今や日本を代表するバンドとなったワンオクロック。その人気は国内にとどまらず、海外レーベルとの契約、そして大規模な海外ツアーの成功など快進撃を続けている。バンド名の由来は、結成当時練習スタジオに入るのが深夜パックで料金が安くなる午前1時ワンオクロックだったことと、一つのいいロックをかけて名付けられた。そのリーダーであるトールは1998年生まれの大阪府出身だ。俺も大人になったらバンドをやる。これはトールが少年時代にある人物に話した言葉だ。その人物とはドラゴンアッシュの KJ。 ドラゴンアッシュのライブを見る機会があり、 KJ にそう話したトールは、後にワンオクロックのトールとして再会し、 KJ を驚かせることになる。トールが小学生の頃習っていたダンス教室で、現在ワンオクロックのベースとして活躍するリョータと会うことになる。2年後2人はダンス&ラップユニットヘッズのメンバーに選抜され、小学6年生の頃には CD デビュー、メディアにたびたび登場するようになった。そして中学3年時にヘッズは解散。しかしそれがワンオクロックというバンドの誕生のきっかけとなる。ロックに傾倒し、ライズのライブによく出向くようになっていたトールは、2005年にリョータらとバンドを結成する。そしてここで圧倒的なカリスマ性と唯一無二の声でワンオクロックを牽引するタカと出会うことになる。当時友人を介してタカのライブを見たトールは、その歌声、歌唱力に惚れ込み、強引に勧誘を繰り返した。その熱意は強く、勧誘を一度断られてもタカライブに行ったり、タカのアルバイト先にも押しかけるほどだった。タカはその熱意に押し切られ、じゃあ一回だけリハに参加しますと応じることになった。今日ボーカル来るから。え？そしてそのスタジオでタカは自分が求めていたバンド像と近いものを感じ、並行していた音楽活動を終わらせ、ワンオクロックにかけることにした。そしてここからトールはリーダーとしての手腕を発揮することになる。当時楽器は比較的初心者だったワンオクロックの面々にもかかわらず、トールは次々とライブをブッキング。その数はなんと1年半で40本近くにも上り、しかもそれと並行して音源制作までも行った。結果的にこのハードスケジュールによってワンオクロックは劇的に進化を遂げることとなる。そして2007年にはドラムのトモヤが正式に加入、シングル「内皮新書」でメジャーデビューを果たした。バンド結成からわずか2年でのメジャーデビューを果たしたことからも、ワンオクロックの凄さがうかがえる。シングル、アルバムを立て続けにリリースし、ロックファンの心をつかみ、ライブツアーの動員数も回を重ねるごとに上昇。そして完全にブレイクを果たしたのは2010年、シングル「完全感覚ドリーマー」がスマッシュヒットとなり、世の多くの人にワンオクロックが知られることとなった。その後サマーソニックなどの有名フェスにも多数出演、入場規制がかかるほどのオーディエンスを集めた。ヨーロッパなど海外での活躍も活発になり、その人気は世界的なものとなった。トールはかつてこう語っている。毎日充実してバンド活動をしていくこと、それが目標です。圧倒的な才能で名曲を世に生み出し続けるバンドワンオクロック、今後もその活躍はますます加速していきそうだ。このチャンネルではこれからもヤバい漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録と高評価よろしくね。